高加減高カードの最初準備だ。はい、皆さん、今回の動画ではパンタンのチョングックさんの話なんですけど、今日なんかグックさんが V ライブをやったんじゃないですか。でも V ライブ途中にまた左遷から電話がかかってきて、この話私過去にもなんか動画に出したことあるんですよね。このパンタンのなんかグックさんがなんか V ライブ途中に電話がかかってきて、なんかすごくなんかジョングクさんの気分がちょっと悪くなったっていう、そういうのをなんか動画で出したことはあるんですよね。まだ見てない方々はこの動画の続きとして私がつけますので、ぜひ見ていただければ嬉しいなと思います。まず今日はなんか V ライブでこうなんかメンバーたちと、なんかそしてパンシアクさんと一緒になんかディナーを食べて、このなんかホテルに戻ってきて、ここでなんかすごく眠いのにもかかわらず、なんか V ライブがファンの皆さんとちょっと話したくてつけたんですよね。そこでいきなりなんかこうやってちょっとだけ見てみたら、これがこのジョングクさんがここで話してるのが、もうこのなんか電話のこのベルが鳴ってるこの音が本当にもう怖いと、もう気持ち悪いと、こういう感じで1番ぐらいで、そして本当にもうこの音なんかすごく苦手だし、もう怖いですので、もう本当にやめてくださいみたいな感じで、もう何回も言いましたけど、もう何回もかかってきたんですよね、この電話が。それでもう誰だって、もう怖いよって、これもう電話の画面ももう荒れてるしみたいな感じで、もう怖いってもう何回も言ったんですよね。この音がもう本当に気に入らないと、もう本当に鳥肌立つとって感じで、もうジョンクさんがもう周りをこうやってなんか見ながら、本当にもう怖がってるように見えましたね。だからそれなのにもまたそれをなんか楽しんでると思いますよ、その左遷っていう人は。だからまた電話かけて、この V ライブも邪魔しながらですよね、もう話の途中にいきなりもう電話かかってきたら、もうその話がもうなんていうか、もう止まるんじゃないですか。そしてまたもう怖がってるし、ジョングクさんがこうなってて、結局スタッフさんが入ってきて、この電話を多分持ってなんか出たと思いますよ。その後からはもう電話のベルが鳴ってなかったので、だからもうこういうなんかもう対応してくれたのはもう良かったと思いますけど、この V ライブ途中にここ止まってるところの電話のベルが鳴るって、もう本当に怖いんじゃないですか。そういう情報をもうすでにもう手に入れて、なんかもう電話をかけてるってことで、もうすごくやっぱり私が前の動画でも出しましたけど、もう保安の問題とかいろいろちょっと個人情報のそういうですね、ちょっともうちょっとなんか安全にしてほしいなっていうところがありますけど、本当にちょっとかわいそうに見えましたね。普通にもう本当にちょっと苦手のように見えるのに、そうなんか言ってるのに、それもなんかもうそんなこと気にせずにまた電話しながらも本当に怖がってたのにですね、チョンクさんが。だってなんか普通に楽しんでたのに、電話が来ました、電話を出てきますねって、誰だって、多分この時から多分チョンクさんはちょっと怖かったかもしれませんね。ちょっと本当に一人でちょっと怖い時、誰だ出てこいっていうか、なんか言うんじゃないですか。だからそういう感じだったかもしれません。それでその後もう表情があんまり良くないんじゃないですか、ジョングクさんも。さすがにだからもう電話しないでくださいって、もう本当にやめてくださいって言いましたね。それでもすぐ来るから、あーってなって、もう本当にあのベルなんか音がベルの音本当に気持ち悪いとこう言いながら、もう本当にもう苦しんでるのに、これをもう見ながら電話するって本当に怖いですよね。そのなんていうか、もう頭の中が気持ち悪いんですよ。そうなんかもうこれを見ながら、怖がってるのを見ながら電話かけるって気持ち悪すぎるんじゃないですか。だからとにかくこういうのがありまして、韓国のアーミーの方々ももうめっちゃ本当にもう怒ってますし、もう左遷に対してもう本当にもう怒りがすごいんですよね。これを見てまた本当にこんな電話マジでやめてほしいみたいな感じの反応がありまして、とにかくこういうことがありましたっていうことで、
動画を撮りましたけど、とにかく過去に私が出した BTS 国に電話をかける左遷ファンの話をみたいな、こういう感じの動画がありましたけど、これも皆さんがぜひ見てほしいですので、続きとしてこの動画を流しますのでぜひ見てくださいね。ってことでしょう。韓国のパリパリの文化の裏の、そういう個人情報に対しての甘い考えとか、そういうことのせいで起きるいろいろな問題、そしてそれとつながるアイドルの左遷ペン。左遷ペンって皆さん知ってますか？ご存知ですか？左遷ペンって言ったら、ペンって韓国語で、なんか日本語でしたらファンですけど、なんか例えば、これをとにかくお見せしますね、皆さん。これは、BTS のジョングクが V ライブでライブしてますよね。楽しく。こんな感じで、ライブをしてましたけど、英語の勉強とか、いきなり知らない番号から電話がかかってきて、今、ちょっと慌てますね。誰か知らないですけど、電話がかかってきて、でも知らない番号です。切ることにします。知らない番号は出ないですけど、今の時間に高いでもないし、今電話がかかってきてますよ。これがもしかしてファンだとしたら、ライブ中に確認するために電話をしたとしたら、すぐブロックします。左遷ペンから電話がめちゃかかってきてますよ。かわいそうですよね。こういう話は初めてしますが、って感じで。はい。とにかく、でもこれが万端だけの問題じゃなくて、EXO のメンバーもこの V ライブ途中になんか電話がかかってきたり、そうして、左遷ペンからですね。そしてでもではな、どうしてあの左遷ペンはこのアイドルの番号を持ってるのか、それが気になるんじゃないですか。だとしたら私の予想では、韓国はなんか個人情報を、なんて言いますかね、そこに対しての感覚が日本よりちょっと甘いですよ。なんかいろいろ危ないんじゃないって思うところすら、韓国では別に問題ないんじゃないみたいな。例えばなんか車にも、車の前のグラスに自分の電話番号とか書いてますよね。もしかして駐車するとき、なんか駐車をどこかにしたんですけど、そこでいきなりこの車をこうあそこに移動することが必要なとき電話してくださいみたいな。もしかしてそれとも緊急事態に電話してくださいみたいな感じで、みんな車のガラスに電話番号がかかってますよ。で、例えば最近ゴロコロナのせいで QR コードで全てのカフェとかお店に入る前にこの QR コードで個人情報を渡すんじゃないですか。それとも記録したり、それもあるニュースでなんかそういうリストがなんか裏でどこかで闇で販売されてるみたいな。だからもうなんて言いますかね、韓国では国民に登録番号がありますよ。住民登録番号っていうのがありますけど、それも多分もう過去からもう法案的に問題がありすぎると思って、こういう感じで販売されたり個人情報を渡されたりしてるので、それをもうなくして新しい制度を作ろうかっていう感じになってますよ。それぐらい韓国では個人情報に対してすごく甘々ですよね。とにかくそれで私が言いたいことは、韓国ではこういう左遷ペンが多分その闇でどうかでお金払ってそういう番号とか調べて買うこともありだと思いますよ。すいません、いきなり喉が。ありだと思いますよ。そして左遷ペンはこんな感じで電話してることで終わることじゃなくて、住所とかもどこかで手に入れて、その住所をなんかあのアイドルとか俳優さんの家まで探しに行って、その前でこっそり待ってたり、そしてすごい怖い事件私が
以降皆さんにお話ししましょうか。それは韓国の一世代のアイドルの話ですけど、そのメンバーはですね、すごい怖い話ですけど、結果から言ったらそのアイドルの家の中にあの左遷ペンが入りました。それでそのベッドの下でなんか隠れてたっていう話があります。ベッドの下じゃないかもしれないですけど、すごい怖いですよね。とにかくベッドの下ではないですけど、とにかく家の中でペンが入ってきて、それでその後からすごくそのアイドルはトラウマで毎日毎日悪い夢見たり、そんな感じになったアイドルもいますよ。そしてそれが今までも、もうその話はもう十何年前の話ですけど、今もその文化が変わってないってことは個人的に問題だと思いますし、これから K-POP がどん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 発展していってるんじゃないですか。そこに合わせてこのファンの文化も成長しないとって思いますよね。たまに韓国のファンは海外のファンからたまに嫌われてる感じが私的にありますよ。ちょっと何でも自分たちが左右したいっていう気持ちがたまに伝わりますし、本国だからいろいろ自分たちが、うん、こうしたいならこうしないと、ああしたいならああしないとっていうのがあるらしくて、それはちょっと違うんじゃないかな。今は、うん、本当に K-POP って韓国だけ の文化じゃなくて、そしてこのアイドルグループもファンっていうのは国籍問題ないですよね。自分たちを応援してくださる皆さんが全部大切だと思いますので、韓国のファンがもっと大切とかそういうのはないと思いますよ、うん、とにかくでも韓国でもこういう左遷ペンはペンじゃない、ファンじゃないっていう声がどん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 大きくなっていってますけど、まだまだアイドルとかが空港に行ったらいろいろ事件あったりするんじゃないですか。とにかく私が思うのは、本当に韓国のアイドルは他の、なんて言いますかね、他の国の芸能人より何倍何倍大変なことがいっぱいある職業だと思いますよ、個人的に。だからこそ本当にいろいろな炎上もたくさんありますし、うん、本当に悪い選択するアイドルもたくさんいますし、だから、なんか、なんとか変わらないと、この韓国のアイドルのファンの文化がですよね。うん、とにかくそう思って今日動画を作りました。